太宰君、なぜ君は死にたい？どこぞでのたれ死んだ方が世間様のためよ。いや、天下のどこにも前の居場所などありません。大切な人が私のせいで死んだ。これ以上生きているわけには。生きるなんて行為に何か価値があると本気で思ってるの？一人一人のせいには必ず意味がある。人は誰かに生きていいよと言われなくちゃ生きていけないんだ。私はこれからどうすればいいの？私はどうすればいい？人を救う側になれ。彼の元に行く合理的な理由でもあるのかね。ジョーノはどこだ？ダサい、オダサク。彼が友達だからですよ。もう居場所を求めて刃を振りかざさずともよい。さあ戻るぞ、そなたの居場所に。今日から君は武装探偵社の一員だ。ポートマフィアへようこそ。ギルドという寄り合いを束ねている。俺は5人目の猟犬。世は領主にして伯爵だが、今この時よりそなたの騎士だ。人は自分を救済するために生きている。死ぬ間際にそれがわかるだろう。言ったら次死ぬよ。今一度命じる。世界の敵を撃滅せよ。僕たち二人で。これ以上必要か？私たちの運命はこんなところで完結しない。お前一人だけを苦しませたりしない。今から30分どちらかが死ぬ。誰かの叫び声が聞こえた。あまりに喉が激しく痛むので気づいた。叫んでいたのは俺だった。なぜこんなことになる。一つ心残りがある。共にさよならを言っていない。